ブギウギ、朝ドラ NHK、第65回あらすじ、中国、上海にて、戦況が日に日に悪くなる中、上海へ赴任中の作曲家、羽鳥は、軍から支援を受けた音楽会開催に向けて奔走していました。やがて、音楽会の本番を迎えると、羽鳥は、軍の策略に従わず、適正音楽であるブギのリズムに編曲したイエライシャンラプソディなどを披露します。あえて羽鳥は自分が届けたい音楽を演奏し、大成功を収めたのでした。九州の海軍基地にて慰問公演のため九州を訪れたブルースの女王バラタリツコは、堅くなに軍歌は歌わない方針を貫いていました。そんな中、公演当日に特攻隊員から別れのブルースを歌ってほしいとリクエストを受けました。出撃命令がいつ下ってもおかしくない若者たちのために、リツコは涙をぐっとこらえて歌い上げるのでした。富山県高岡市にて、巡業先の富山で戦争未亡人になった旅館の女中静江に出会った鈴子。静江は戦争で夫を失ったにもかかわらず、日本の勝利を信じようと無理をしていました。弟陸郎を失った時の自分と重なる鈴子は、静江に歌を届けなければと思うのでした。ブギウギ14週65は1月4日、期予告感想まとめ。戦争中でも音楽を続ける鈴子ちゃん、律子さん、羽鳥さんの活動が描かれます。3人それぞれの戦い方。戦争中でも音楽を続ける鈴子ちゃん、律子さん、羽鳥さんの活動が描かれます。戦争中でも音楽を続ける3人それぞれの姿が見どころポイントになりそうです。羽鳥さんはひょうひょうと自由に上海でブギをぶちかまし、律子さんは独自の路線を貫きながら兵隊たちを歌で支えます。そして我らが鈴子ちゃんは一期一会の出会いを大切に義理と人情で歌を届けると彼女らしい決意をするのだとか、三者三様の生き様が現れる回になりそうだと楽しみにしています。特に注目したいのは、律子さんが特攻隊員の前で涙をこらえながら別れのブルースを歌うシーンです。このシーンはモデル阿波谷のり子さんの経験談をもとに物語が作られている可能性があります。というのも、人前で泣くなんて歌手の恥であるを心情にしていた阿波谷さんが初めて泣いてしまったのが鹿児島知覧陸軍基地での慰問公演だからです。終戦間近の出来事で、ドラマの時代背景とも重なっていますね。当時平均年齢16歳くらいの若者たちが公演途中に席を立つと、それは特攻命令が下ったことを意味しました。一度飛んだらもう国へは帰ってこられないと軍の関係者から説明を受けていたという阿波谷さん。一度飛んだらもう国へは帰ってこられないと軍の関係者から説明を受けていたという阿波谷さん。そのため律子さんが必死に涙をこらえながら別れのブルース歌い切る展開では、阿波谷さんが本当はステージでこうありたかった姿が描かれているのかもしれません。羽鳥さんの華やかなスカットシーンの後は、律子さんの分まで朝ドラファンの涙腺が崩壊するシーンになりそうです。以上、ブギウギ14週65話のネタバレあらすじ予告でした。